そこに居合わせた全ての人間が全く予想だにしない状況だった。ただ毎日が過ぎていく。何も変わらないし、それを望んでいるわけでもない。ああ、乗るよ。生きてる理由、友情、そんなのみんなクソだと思ってた。ずっとそのはずだった。22歳になった日、全てが崩れ去り、僕はまた気づかないの。